ピンク塗装になる前の恋、山形駅連山形駅は、鳥取県八津郡地図町台内にある、地図急行地図線の駅である。ピンク塗装後の恋、山形駅。鉄道娘の地図急行のキャラクター、宮本エリオが描かれている。ホーム番号の表示板や駅名表もハート系。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅。無人駅で、駅舎はなく、 一番乗り場の上氷よりの出入り口から直接入場する。二番乗り場への移動は校内踏切を渡る必要がある。ホームは霧同士区間だがすぐ東側は谷間にかかり高架橋となっている。2013年に駅名標をハート型に変え待合室などの外観をピンクの塗装に変更している。一番線を上下副本線。 二番線を上下本線とした一線スルーとなっており、通常は上下線とも二番線に発着する。一番線は列車交換を呼び、通過列車待ち合わせの場合のみ使われる。駅から坂を下った集落側より、駅入り口には巨大な杉の木でできた、濃い山形駅という看板があり、国道373号から見ることができたが、 現在は撤去された模様。恋駅プロジェクトによりホームの駅名標はハート型に変更され、一番乗り場にはハートのモニュメントと絵間掛けが設置されている。この恋駅プロジェクト関連での来訪者が次の列車まで長時間待つことを避けるため、2014年3月15日から一部の普通列車の停車時間を約5分に延長された。なお、 2019年のダイヤ改正で土曜、休日に限り、写真撮影する来駅者の利便性を図るため、来い、山形駅に25分間停車する列車が設定された。ありがとうございます。